い、最終またアウト回るんですけど、これが2ラウンド目ね。2ラウンド目、はい、でこのハーフは、もうハゲチッパーさんのセットで俺回るから。あ、俺なんで。そうだ、一緒に打つ。あ、うん面白いでしょ、でまああのハゲチッパーさんのセッティングはドライバー、あれこれ、ね、ナビだよね、ナビ、NV201 ではないんだ、なただのナビなのかな。あ、違うんだ。なんだろう、ナビのこれがモトーレスピーダーの VC4.1 の R と。もうね、なんかズタズタでもう大変なのが物語ってんだけどで5番が、プレミアムレッドプロギアね。これもモトーレスピーダー赤の VC3.0 の R2、 これの7番と。で全これね 14TC330、フレックス R50g 3.5 でしょ。これが 89PPAPA ね。あれ、サンド入れてないんだっけ。サンド入れてないです、ね、入れてないんだね、はい、で笹生の物語ってほら砂だらけ24度と30度とジガーと。でパターももうハゲチッパーさんの使います。でこの幅は私もずっと使わない、もう閉まっちゃう、もう使わない、もうこれでやります、一緒に。はい、じゃあそれでいきましょう、はい、じゃあお借りしますからね、はい、そうするとまたいろいろわかるっしょ。そうです ね、じゃあちょっとすみません、お願いします。さあじゃあ行こう、ちょっと待って、はい、これこれこれまるっきり一緒ですもんね。いや違う、違うんですか。ん、このグリップ軽いグリップ、これ。あ、かもしれないですね。だよね、だそのせい、それで変わっちゃうんですか。変わる変わる、バランス変わるから。へ、すごいね、俺分かるんだね意外と分かるんだよね、あんだけ打ってくからさ。ちょっと待って、ちょっと待って、うん、よしよし、ちょっとチーピンになりそうだな、あっちから行こう。全然チーピンじゃねえよ、いいよ。いいですね。ナイスショット。あ、フェアウェイ残った。うん。これ多分ね、普通の重さのにした方がいいよ、普通のゴルフプライドに。グリップですか。これ最初からこれ入ってたの。はい、ああ。じゃあなんかやったのかもしれないね。でも多分それゴルフプライドにしたら全然変わると思う。普通のやつですね。普通のやつ。あの800円ぐらいのやつ。うん。よし、オッケー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 、いい球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 、いいよ、いいっすね、うん、ダフリ気味だけど曲がりなし、オッケーオッケーオッケー、おお、ちょっと上がっちゃった。まあまあ上がっ、ちょっと上がった分流されたな。あ、大丈夫、セーフセーフセーフ。じゃあお借りします。5番 ?5 番です。5番、はい。おお、これすごいな。R2 全然違うじゃん。R2 も、でもですか？3.0 だから 30g 台じゃない。そういうことですよね。うん、風が結構ありますね。あれって何もしなくて良さそうだな、これ。おー、ショー、いいクラブよ。いいクラブ。全然打ちやすい。いいですね。もうね、ちょっと持ってて。もうね、もうこっからここでちょっと一瞬クイッて握ったら、あとブワーンってヘッドが行くから。自分で振っちゃうともうダメ。はいはいはい。いい練習になるだから。うーん。振っちゃダメ。振っちゃダメなんですか。うん。そう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 。もうここで、もう右横だよね。右横でギャッとちょっとギャッとし、ほら
ムチをさ、ペッて伸ばすときってキュッと握るじゃん。そのキュッと握るのが、この右側でできるといい。そう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 。ちょっとこれ、これの8番持ってきたんですけど、長い。長いですか？あ、長いかもしれない。長くてなんか先がえらい重い。長い重い。結構フラット。これもう完全7万円の顔だね。そうですよね。俺もファラオも立ってるけど、これも立ってるわ。おーんと。短くもと。ちょっと泥目。あー、ドローしない。全然ドローしない。やっぱそこはファラオとの違いだな。残してパーンって打ってキュッていって、ちょっとゴクッとくるかなと思ったけど、そのまま抜けちゃった。まあまあまあ、でも全然打ちやすい。硬さの違いですか？硬さの違い、硬さと、まああとちょっと長く感じたから、ちょっと短く持ってた分もあるかもしれない。ちょっと何、この長さがちょっと違和感あったから、ちょっと短く持った。7番だともっと長くなっちゃうんですか？これ難しいよね、はい、そしたらね、7番入れないですよ。ところ今本当は笹生の30度とどうしようかなと思ったんだよ。あれでチョンってやった方が楽かなと思って。でもこれも打ってみたかったから打ってみたんだけど、アイアンの長尺も難しいよな。ねえ。はい。え、転がすにはまだちょっとあるよ。あります？うん。手前のあの穴みたいなやつですね。うん。あれでいいんじゃない？45か35。ああ。ワンサイド。それも、それもありにしよう。それもこれですね。ね、はい、そうそう、これハゲチッパさんだから、うん、それもありにしよう、うん、35ね、うん、その35俺まだ1回も使ってないの。ちょっと後で使ってみたいな。35度、ワンサイダー35度。どうだ、お、いいね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 。もういらないよアイアン。アイアンいらないわ。それアイアンも短い。アイアン今日帰りにあのレディースのハーフセットあげるから。本当ですか？あれがいいよ。すごい、すごくいい。どうする、これ俺もハゲチッパーさんみたいにジガー使う？なんかあれ難しそうなんだよな、ジガーな。え？ちょっとあってね、完全に俺これ45使うわ。ちょっと本ですか？うん、45で45で行こう。だって45って言ったらピッチングだから。はいはいはい、ロフト的にはね。だから多分いいピッチエンドランになるんじゃないか。だってチッパーだよこれ。え、何ダメそれ？こダメ？ドライバーウッドで右ちょっと行って、で次ウッドで35度使ってここ来たから、次5ダメ。本当に数えらんない。
よし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 160弱。ちょっとこれをお借りして行ってみようと思います。 R1、 あれワンフレックスそういう感じだったっけ。柔らかいですね。ピンの右からじゃなくてピン狙ってってそのまままっすぐで無意識まで止まっちゃってもいいやって感じで。おーっしょ。あー残念か。残念残念。でも打ちやすいわ。いいですか。うん、ここバッチャでかいですからね。え、大丈夫、いいよ大丈夫。さあ、そう結構ねディープフェースでね打ちやすかったです。大丈夫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 。手前にワンクッション入れたい。あー、キャリーでいっちゃったよ。止まれ。ちょっといっちゃったか。ちょっと字が25度。ちょっと一回使ってみたと思います。ブワーの出番って感じじゃないんだけどな。こう上がってるから。あ、ちょっとツッコロがし、これ覚えた方がいいよ。ツッコロがしですね。ああ、おお、あらら、覚えた方がいい。ナイスです。これ覚えた方がいい。いいよ。違う。パターですね。え？パターン。パターンとも違うのよ。一応スピンが入りながら転がってるから、あんまりザーッとはいかないのよ。突っ転がしです。突っ転がし。あの当て方覚えてほしいんだわ。結構左対称。そう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 。ぶっつけスライスと同じなの、当て方の当て方は。右に構えられるんだ。あー、なんだよ、惜しい。こっちも動きはスムーズなんだよ。ボギーボギーですか。残念、ボギー。2パット、ゾーン2パット。あー、ボニーボギーだわ。ボニーボギー。ちょっとでも左のパットがなんか新鮮、新鮮というかなんかちょっと気持ちがいい。スムーズ。